ワンバンコ。1970年代から80年代にかけて、オールナイトニッポンで全国のティーンエイジャーの夜を、艶やかにそして刺激的に彩ってきた、笑福亭鶴光、76、が、今年で、日本放送パーソナリティ歴50年を迎えた。今は夕方を、主戦場に、リスナーを楽しませている鶴光に独占インタビューを、敢行。オールナイトニッポンデビューから今のラジオ界まで縦横無尽に語ってもらった。まずはオールナイトニッポンが始まったきっかけから。1974年に土曜日のオールナイトニッポンを担当していたあのねのねが3ヶ月くらい全国ツアーをやるということで、その間誰か代役が欲しいということになったらしいんです。彼らと同じ関西弁を話す人がいいということで、当時僕は毎日放送のヤングタウンやラジオ大阪でもパーソナリティをやっていて、関西では結構人気があったんです。それで日本放送の亀渕明信さんがラジオ大阪の倉さんという方に電話しはって、倉さんが僕の名前を出してくれたというところで、じゃあオーディションをしましょうとなった。